トンコンチャンコンです。今回なんですけども、こちら、人気流物語ガチャ引いていこうと思います。星7が 2.2% で合計 11%、星6が 7.2、奇世界のヒロが 3%、エルシャが 7.2、リーダが 7.2、トーラが 7.2、シミニアが 7.2% って感じ。で、大当たり最強ぶっ壊れチートキャラ、ポロネが 12.5% で、その他星5が 37.5% って感じになってます。もうポロネ引けたら勝ち、終わりって感じの方ですね。ただまあ最近マジで星7のアリナとディーナ超強くなったんで、まあダイヤも強いしね、ここら辺も狙って引いていこうと思います。あ、ちなみに先に言っておくとね、はい、こんな感じで、無料分で1回はもらえるんでね、まあここで引ければもうポロネ引けたら終わりなんでね、頑張ってみてください。最近ね、僕モンスターハンターライズを始めたんですよ。お、ポロネチャンス。はい。モンハンライズを始めたんですけど、ちょ、マジでね、モンハンライズがおもろすぎて止まらんのよね。なんか一生モンハンライズやってて、モンハンライズおもれ、モンハンライズおもれってやってたら、朝の今日今10時で、一睡もしてないっていうね。マジでモンハンライズしかしてない。星長くて引きます。モンハンライズマジでおもろいんだよね。まあ、ジンギリュウのガチャ引くんだけど、今からモンハンじゃなくて。ダイヤか。まあ、別に、どれででもいいかなって感じだけど。まあ、個人的にアリナとか欲しいけど、まあまあまあ別にいいです。とりあえず出てくれるだけましたんで。で、フィロの確定ですね。まあこれは買っても買わなくてもいいって感じだね。まあ個人的には買った方がいいかなとは思う。一体持ってればいいしね。ただまあ、1840円って高くね、普通に。別にそうやったらさ、3回我慢してモンハン買った方がいいと思うんだよね。モンハンってもっと高かったっけ ?4 回か。え?これ単発だよ?やばくない?まあということで、ここからはね、人気流物語ガチャ引いていこうと思います。まあなんでこんな今日動画ふわふわしてる適当かっていうと、もう本当にオールだからっていうだけだね。今日はどんぐらいでポロネが出るか検証していこうと思います。理論上は8分の1だから、まあまだまだ出づらいとは思いますが。じゃあね、星6はね、想像以上に外れっすね。マジで特に強化も入んなかったし、そんな強いわけでもないから、もはやまだ金のポロネランペードの方が全然ま、おー出たー!なんと結果はね、たったの4回でした。いや、もはや人気流物語さ、星6より星5の方が当たり説あるよな、本当に。なんか中途半端に虹出るよりかはまだ金の方が喜べるわ。50% で金出るんだけど、そのうち4分の2は使えなくもないし、ポロネに関しては使えるから、もう悪くないよね。ただね、結局ね、でもね、それはあくまで数回しか引かない場合の話で、10回とか引く場合はやっぱ虹じゃないと話にならんね。結局ポロネ出るから。いや、でもマジでさ、星なら、欲しいんだよな。結構今星7が熱くて、ただ確率が 11% なんだよな、マジで。そこが渋いよね、本当に。11は出んのよな、マジで。すごい。おー、アリナ引いていく!アリナありがたいですね、マジで。僕2体も育成済みだったんで、1体出てくれたのは助かる。武器にしよう。結構こういうキャラ出てくれるの嬉しいですよね。人気流物語ガチャは一応確率 11% ってやみがちなんで、あんまり僕ガチャ引きはおすすめしません。本当は交換の方がいいと思いますが、単体なら 2.2% だからね、あんまりガチャで引くのはおすすめしませんが、まあ一応出なくもないよねって感じ。トーヤとか2体目なんだけど、やばくない ?2 体しか持ってないんだよ。そう考えるとエグいよな。結構僕キャラ数持ってる方、えっ、ありなちゃん結構僕キャラ数持ってる方だと思うんですけど、それでも持ってないって、本当に星6って闇だよね。マジでね、出ないもんね。確定枠とかじゃない限りさ、星6って本当に出んやん。マジ引けないあるあるだよね。さあ、お!来た!フィロだ !2 体欲しかったんですよね。あ、結構普通に満足しちゃった、もう。普通にいい引きしたわ。結構ね、あのね、序盤の方ちょっとね、よくわかんない話しちゃったからカットしてたんだけどね。そこでもヒロ来なかったんで。ヒロ出るの熱いっすね、意外と。ちなみに今回50連ぐらい引こうと思ってます、大体。はい。熱いな、ヒロ出んの。てかもうね、今日ね、マジさ、寝てなくてさ、本当に。ちょ、マジでね、やばくて。昨日の夜中、いや、マジで引きがいいぞ、ディーナナイス!ディーナも2体目やからな、ありがたいよな。昨日の夜さ、0時ぐらいからね、なんか友達とね、モンハンを始めたわけよ。モンスターハンターライズやろうぜ、つって。で、まぁ、ちょっとやったら終われるだったの。で、実際にちょっとだけやって、ハンターランク4だったんだよ。7まであって、そのうちの4なので。まぁ、7がランク1000みたいな感じだね、わかりやすく言うと。で、4だったんだけど、まぁ、5まで行ったら終わろうか、みたいな感じでやってて。で、5になったのよ。2時ぐらいに。で、まぁ、終わるか、みたいな感じになったんだけど、
結構面白くて、もうちょっとやろうぜみたいな感じでもうちょいやったのよ、2時ぐらいにね。で朝6時、いや5時ぐらいかな、5時ぐらいまでやってハンターランクが6になったのね。さすがにもう寝るかみたいな感じだったんだけど、ハンターランクが7っていうね最高のランクになるとめっちゃ強い武器が作れるの、モンハンって。そうだから、わかりやすく言うと本当にミラボレアスの武器とかさ、そう、あるじゃん、パズドラにも。ああいう感じで、まあ、パズドラ以外に、モンスターハンターにも武器があって、で、まあそこでね、欲しいってなっちゃって、じゃあもうちょっとやるか、つって。もう5時ぐらいだったんだけど、その時すでに。で、やろうってなって。で、まあ7までやって、で、実際やったんだけど、終わったのが朝の8時とかで、全員限界になって倒れ込むように終わるって話だったんだけど、8時から寝たらさ、ジンギ流物語ガチャ引けねえじゃん。だからオールという選択肢になってしまったって感じですね。マジでモンハンライズおもろすぎてやめれんのだが。いや、ナイスフィロー。最近だからマジパズドラサボってモンハンライズやってるまであるもんね。まあ、ちなみに先に解くと動画は出しません、絶対に。僕マジで下手なんで、ああいうゲーム。ちなみにモンスターハンターは僕ね、ワールドのね、キャラメイクだけやってやめたんで、ちょっとつまんねえっつって。だから、本当に初めてだね、モンハンは。その時ね、ワールドね、俺完全初心者で、初めましてだったんだけど、モンハンシリーズが。一人だったんだよ、ソロプレイだったんだよね。で、まあみんなわかると思うんだけど、モンハン初心者一人だとめちゃめちゃきついのね。キャラ操作も全くわからん状況で。で、それで慣れる前にもうすぐやめちゃって、もうすぐ僕の家のね、倉庫に眠ってるわけなんですが。ライズはね、友達やってたからね、まあおもろいわっつってやってましたね。本当にね、パズドラもおもろいんだけどね、まさかね、モンハンの中にね、パズドラにいるモンハンコラボのキャラがいるんですよ。いや、まあ当たり前なんだけど、モンハンコラボキャラがモンハンにいるんですよ。だから分かりやすく言うと、まあ今日戦ったんで、タマミツネとかね。なんかそしたらちょっとテンション上がるじゃん。ディアブロスとかめっちゃ強いからね。ディアブロ超強いの、モンハンだと。ライズだと。だそれで戦って、みたいな感じでやってましたね。やっぱパズドラの中に出てくるキャラが出てきてくれると嬉しいよね、ちょっとだけ。まあ、何の意味があるかわかんないけど。まあ、そんなね、全然、あまりにも全く関係ない雑談をしてたら、なんか気づいたら引きすぎてる気がする。ちょうどグリゴリで出して終わろっか。なんか66って書いてる。これ絶対引きすぎたでしょ。結果発表。じゃあ結果発表、61連しました。まず星7が6体ですね。だいたい 11% なんで、まあ、7体ぐらい欲しかったところがあるけど、まあ、ぼちぼちって感じだね。かもなく不可もなくって感じで6体でした。まあ、ほぼ確率通りぐらいだね。グリゴリ、ディーナ、ディーナ、アリナ、ダイヤって感じ。で、まさかの 3% のフィロがなんと3体出ました。めっちゃありがたいね。確定ガチャ含めて合計4体引けました。これはありがたかった。で、あとはデュバルが5体。で、エルシャが7体。で、そしてリータが4体。で、トーヤがなんと5体出ましたね。出すぎやろ。で、シビニアが2体って感じです。で、星5。ポロネは2体。ランペードが9体。そしてバヌマスが4体に、最後リシェイラが10体でした。ポロネの確率ちょっと低めになるかなと思ってたんですけど、やっぱり確率通りでしたね。そんな別におかしいこともなく、普通に出るんでね。あ、ポロネが欲しい人は十分引く価値のあるガチャだと思うんで、ぜひこの機会に頑張って引いてもらえればなと思います。まあ、ポロネ持ってる人はね、最悪交換で終わらせていいし、そこまで無理するガチャじゃないんで、そこだけ気をつけてもらえればなと思っております。そんな感じでね、今回は、ジンギル物語のガチャを引く動画でした。またね、この新キャラのね、フィロだけはかなり強いと思うんで、使ってみた動画出していこうと思います。じゃあ、チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。